チャック・エッセジアンは、アメリカ合衆国、マサチューセッツ州出身の元プロ野球選手。アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンで生まれ、5歳からロサンゼルスで育つ。フェアファックス高校を経て、スタンフォード大学に入学。大学時代では、野球とアメリカンフットボールをプレイした。アメリカンフットボールでは1952年のローズボールに出場するが、 ワールドシリーズとローズボールの両方に出場したのは、ジャッキー・ジェンセンに次いで、史上二人目である。1953年から1959年まで、マイナーリーグで7シーズンでプレー、717試合に出場し、打率、311、97本塁打を記録した。1958年フィラデルフィア・フィリーズにて、メジャー初出場を果たすと、 39試合に出場し、打率246五本塁打を記録する。翌1959年にセントルイスカージナルスを経て、ロサンゼルスドジャースに移籍する。ドジャースでは24試合の出場ながら打率304を記録して、リーグ優勝に貢献。ワールドシリーズでも、代打で2本塁打を放つが、代打本塁打2本は、シリーズ記録となっている。 特に1本目は0勝1敗で迎えた第2戦の7回表、1から2の場面での同点打であり、この代打本塁打で、シリーズの流れが変わり、ドジャースは4勝2敗で優勝を果たした。1961年には、ボルチモアオリオールズ、カンザスシティアスレチックス、クリーブランドインディアンズの3球団を1年間で、渡り歩き、インディアンズでは後半戦60試合に出場して、打率。 289,12本塁打、35打点を打つと、翌1962年は左翼のレギュラーとなり、打率27、274,21本塁打、50打点のキャリアハイを記録した。1963年に再びアスレチックスへ復帰すると、101試合に出場するも、打率、225と成績を落とした。 1964年に近鉄バファローズに入団。豊富なメジャー経験から中軸を期待され、開幕後しばらくは5番を打つが、4月半ば以降は6番や7番の下打線を打つようになり、結局打率263、15本類打、41打点の平凡な成績に終わり、1年で退団、帰国した。なお、同年9月3日の対南海ホ屈戦で投手の ジョース単価と投球をめぐって乱闘に及ぶが、これが外国人選手同士1対1の初めての乱闘とされている。引退後は法学士を取得、南カリフォルニアで弁護士になり、1987年までこれを務めた。ありがとうございます。